寺沢弘隆は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、非全国から津藩書大藩主、下には十四位した島守、尾有国の生まれ、はじめ、父、後生と共に豊臣秀吉に仕えた。文禄元年からの朝鮮出兵に際しては、非前名古屋城の不信を務め、出征諸将や九州大名への取り次ぎを担当し、 長崎奉行にまで出世した。奉行時代の文禄三年にキリシタンに改修したが、慶長二年の日本二十六聖人処刑を契機に、帰郷、貿易統制から朝鮮に出兵した日本軍の補給や兵力輸送の任務を務めた。豊臣市の家臣団内部では文字派と目され、小西行長と共に、いわゆる武断派から憎まれた。秀吉死後は徳川家康に近づき、 慶長五年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みした。戦後に関ヶ原の先行によって天草四万国を加造された。豊臣政権の抗議権力が徳川に移ってからは、秀吉の取り次ぎから家康の取り次ぎとして公的地位を新たにした。九州の諸大名とつながりがあり、長崎大官として国際外交に携わっていたため、 関東での海外貿易を模索していた家康にとって貴重な人材であったとされている。関ヶ原の戦い以降も実権を握った家康と西軍だった島津市との戦後処理の交渉を仲介するなどしたが、時と共に取り次ぎの役割は家康の家臣に委ねられた結果、権力を失った。唐津城を築城し、天草の飛び地を含めると12万3千国を領する大名となり、 天草領を治めるために、富岡城を築くなどし、城代、大官を派遣して統治した。唐津や天草の土着豪族を弾圧したが、その結果、唐津は安定し繁栄した。他方、当初はキリシタンの弾圧を積極的には言っていなかったが、慶長19年の近況令以後、厳しく、卑怯を迫るようになり、晩年には拷問の手法を取るようになった。寛永10年死去。 去年71、墓所は唐津市教の鏡神社境内にある。墓所は地元では、島様として慕われ、毎年春、桜の花見の時期に荘園が催されてきた。唐津市に広がる、暴風林、特別名称の虹の松原は、広高の手による、若い頃、親友の安田国次ぐと立身出世を夢見て、どちらかが国主になったら、 一方は十分の一の六をもって家臣にしようと約束した。広高は、秀吉、国継は、明智光秀に仕え、光秀が本能寺の変を起こして、織田信長を殺し、国継はその時に、信長に手傷を負わせたために以後は転落する人生を送ったが、広高は、順調に出世し、八万国の国主時代に十分の一の八千国で国継を召し抱えて、 約束を果たしたという。広高は行動派の人物で、下に命令するところを、自ら先に立って行うことを善しとす。身をもって教えれば、口でとやかく言うよりも下僕はよく従うものだと、語っている。毎朝虎の時に起きて、うの時には蝶に顔を出し、馬場に出て起乗してから食事をとった。そしてやりがたなの稽古をした。冬の間の前後は、 弓の達人を若者たちのために招いたが、自らその先頭に立って、的の薪原を打った。夏は、鉄砲の腕を磨いて、水泳をやり、皆と一緒に一汁一菜の食事を取り、武芸に励む時は粥を常に過信と食した。紅葉や国政に急務がなければ、鳥の時には寝床に入った。広高は、江戸から帰国した際には、 国中の視察を怠らず、不審法に命じて、水害や日照りに備えさせ、税金や労益で不正がないように目を光らせた。唐津は畑が広く、麦がよく取れたので5月と6月は、家中の食事は麦飯だったが、広高も爆飯を進んで食べた。また倹役に勤め、夫人と共に木綿の衣服を好んだ。年始めなどの行事でも塩魚。 保守王を用いた。なぜここまで倹約に努めたかというと、優れた家臣を召し抱えるためであり、広高は技能優れた武士を愛した。広高時代の唐津藩には千国一人の家臣が40人もおり、その私婦を慕って集まる者も多かったという。また、主従交流の場として主君を囲んでのばなしが当時は盛んだったが、広高は無用のな話は精神を疲れさせ、 明日の務めにも影響するとして好まなかった。ある時、戦艦情も米のマス目も知らなかった者が、関ヶ原で潔く死に、この者こそ、真の武士であると褒め叩いていたのを聞いて、それは違う。よう迂かつと心得た役立たずだ。そうした者は、生活に困って、上をしのげず、武具も売り払ってしまう。むしろ関ヶ原で死んで幸せだったと時代の見えない。 精神だけの武士として批判した。神殿開発を行う際、暴風林を造成して厚く保護した。暴風林は、名称二次の松原として現在まで存続している。詳細は、島原の乱を参照慶長を6年、関ヶ原の戦いの先行方称として、日後天草を加用されており、広高は天草の国高を合計約4万2000国と、算定したが、これは、 このため以後の調税が過酷となり、広高の没後、弱死、寺沢健高の代に、島原の乱が勃発する原因の一つとなった。乱の平定後、寺沢家は責任を問われ、天草領は、没収、失意の健康は後に自殺し寺沢家は断絶した。しかし根本原因である過大な国高の半減を、幕府が認めるには、万事二年までかかった。さらに、文11年。 甘草はそもそも資料に適さないとして幕府直轄領となった。書籍資料、ありがとうございます。